そこでできないやあまりやりたくないっていうようなことを言うと、もうそこから説得というか、私も言うのもあれですけど、そのずっとずるずると出続けている間にグラビアの仕事をしないかというふうに紹介を受けて、そのプロダクションに行ったんですけれども、面接みたいなものに連れて行かれて、その時も知らずに、特に AV ということも言われず、それ面接が終わって数日後電話がかかってきて、その時にAV の撮影が決まったから、もし今ここで AV を断るのであればキャンセルということになるので、医薬品が数百万かかると、もしまあそれが払えないんであれば当然実家に請求が行くし、そうなったら親にもバレるし迷惑がかかり、そういったことすぐ地元で広まって大学で広まって居場所がなくなるよ、お前が出れば誰も気づかないし、それで丸く収まる、そういうようなことを延々と言われました。繰り返し脅されて、その時はもう本当に恐怖と後悔と恥ずかしさと自分を責める気持ちでいっぱいになっていたので、冷静な判断ができず、私が黙れば全てがなくなると思ってました。ビデオがずっと残るのに、一日に12リットルぐらいですね、飲むように強要されたり、5、6人すごい本当に体の器用だな男が5、6人私の手足、両手両足、頭と一人一人が押さえて、そうやってもう絶対に動けない状態にしたまま、ヒニングをつけずに、その膣と肛門を交互に男性器の入れ、そうやって押さえつけられたまま、何十人という男の精子を膣内に入れられて、で後からピルを飲めばいいっていう装置、もうその行為自体も実際にもう息ができなくなるほど苦しかったですし、自分は人間としての尊厳を保ってないような気持ちになるぐらい本当に汚いものにまみれて、着るものも一枚もなく撮影が終わった廊下の上に裸で捨てられたように、自分がしたことを泣きながら、そういった過ごすことが何回もありました。支援をするために、まあ、人身売買をなくすために始まった団体なんですけれども、この、数年はずっと日本人女性や子どもたちの児童プロの、NPO などでですね、被害救済に取り組んでいる団体がありますので、ぜひ AV 被害とかっていうことで、ね、インターネットで検索していただいて。